気持ちよき、かっこいい。気持ち悪い。このライブらしからぬ尖り方してて、俺ちょっとトワさんも好きになった。やったー、シレイ。どうですかこれ。ほら早く弾打てよ。冗談ですやん、冗談ですやん。そんな元気さん、昨日のトロちゃんのトロトロストローク切り抜き見てくれな。トロトロストローク、おい、この間見たばっかだよ、トロちゃんのトロトロストローク。俺また見たらお前トロちゃんでひたすら金稼いでやつみたいになるだろお前。今元気、まあ、見るか、一応一応見るわけど、まあ、いや、トロちゃんなら許してくれって俺信じてるから。トロちゃんそんなつもりないよ、別に。俺トロちゃんで金稼ぐためにやってるわけじゃないんだよ、見てるわけじゃないんだトロちゃん。ただ俺はトロちゃんのクリップ見るのが好きなんだ。ごめんなトロちゃん、本当にごめんなトロちゃん。うん、動画にはなる、うん、どうせ動画にはなる。今日が歩き方が気持ちよき、かっこいい。気持ち悪い、気持ち悪い、好きすぎる。これがこれこれこれが楽しそうだと思ったんだよ。え、絶対楽しいじゃんこれ。え、トロちゃんダルシムさん使いなの。これが面白そうと思った、初めてストリートファイターが面白そうだと思った理由が詰まってる。これめっちゃ楽しそうじゃない。トロちゃんダルシムさんなの。ニョロリニョローンってしてる。トロちゃんダルシムさん、これマジかおもろい動きが。これマジでね、これ見て本当にね、かわいいね。ヨガかい、ヨガかい、かいじゃない、ファイヨガかいじゃない、ファイです。トロちゃんトロちゃん、それヨガかいじゃない、ファイだ。あのヨガ改善のかいじゃない。これマジでね、これ見て本当にね、ヨガかい、ヨガかい、ヨガ、ヨガ、昨日は3時間ずっとこんな話した。かわいいな、かわいすぎる。なんでこれかわいいんだ俺。やばいなこれか。なんなんなんできない、なんなんなんにゃんにゃかできない、らんらんらんできない、できない、にゃんにゃんらんらんらん。でもハッピー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 。かわいい、わらわら、かわいい、かわいい、かわいすぎ、壊れちゃった。もう日課にしよう、日課にして、もう毎日トロちゃんの動画あげよう。俺たちが、俺たちがトロちゃんをただ見てめでるっていう動画を毎日あげ続けよう。で、稼いだお金をトロちゃんのグッズに貢ごう。あ、むずい。歩きもキモい、キモいじゃない、かっこいい。トロちゃんはなんかキモいのが好きなのかな、だからキモかっこいいのが好きなのか。ダルシムさんになったんだな。トワ様が豪気痛烈批判しててちょっと叩かれてたの面白かったな。あんた結構尖ってんだな。あんなんツイートしたら絶対一部のやつに叩かれるやんっていうツイートしてたの。うん、江戸の時点で怪しいなと思ってたんだけど、ホロライブらしからぬ尖り方してて、俺ちょっとトワさんも好きになった。あ、ほんと尖ってんだなって。え、ちょっとストロークやりたくなってきたな。ちょっとさ、ストローク最近好きになっちゃったけど話せなくなるんだよな俺な。豪気が楽しすぎて、で、ストロークやるときってマジで俺面白くなくなるんだよ。ちょっとだけやってみて、江川とかにちょっと見といてもらうわ。俺がストロークやってて面白くなくなったときに俺に LINE してもらえる。俺にケキさん今面白くないですよって。うん、その瞬間に俺ストロークやめるわ。そう、ケキさん今ケキさん今配信面白くないですって言ってくれ。俺 LINE つけたから今。ちょっとね、豪気やっぱね、モチベがあって、うん、大体理解した。ちなみにあいつらから言わせるとラストの時は基本的にはそんなに別に面白くないし
元気さん、夢確認お願いします。もうだ。これはなんだ、これ何の記憶な、これ明かり入れ入れ入れ。これあれか、わら、覚醒しそう、あ、わらわら、あ、あ、わらわら、咲きそう、わら、わらわら、あ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 、まだあります、マリーザならクリクナ、あ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 、まだあるよね、大パンした、大パンでした、わら、あ、お、あ、大パンした、わらわら。みんなやっぱエモーショナルでやるもんなんだな。もうないよ、ナチュラルウォーキー。わら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 、壊れちゃった、わら、あ、なんでこの女の子の格ゲーってなんかこんななんかいいのかな。大寺わら、カルビとかまたち、カルビとかプスプルルはまあ女の子ではあるんだけど、なんかあいつらとは違う、このなんかザ女の子たちの格ゲーはやっぱこうなんか心がざわつくよな。明かりのはマジで大寺を呪い、心がざわつくよね、いいもつくよね、味が全然違う、うん、味は違うんだよな。はいつも通り、あ、カルビとプルルは違う、わら、あ、女の子の感想には恐ろしい、死ねよ、下打ち、死ね、連発してたしね、カルビとプルルは何も違うね、で、ただ2回目もう1回死ねっていう感じかけようとして、そこで、あ、これダメな言葉だって思ってシッて止まっちゃった。来られてるだろ、わら、やったー、死ね、モダンルーク4、死ねは耐えたか、これが撮影アカリン、撮影のアカリン、これがタルレミがブエスポなら何を言っても良いと思ったね、撮影の波動に目覚めてる、死ね、撮影の波動が、わら、ナチュラルすぎて聞き逃しそうだったわ、わら、バロみたいに周りが目の前で映るよ、本性が、死ね、2回目はやめた、わら、2回言ってる、わら、V スポ勢は心がこもる、いや、いいなぁ、今日 V スポ劇場楽しみだなぁ、わら、あ、トロちゃんまだあった、レンダキャンセル、なんだこれ、これが面白そうね、トロは男子ストリートファイターを始めたと言っても過言ではない、覚悟は良いか、受け入れる、うよよ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 、どう、これわら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 、かわいい、かわいい、かわいいな、かわいい、楽しそう、やるか、これマジで頑張るわ、あのもうマジでランクなんてどうでもいいぐらいの感じでちょっと俺本当にやらせてもらうわ。じゃあやっぱね、勝ちたいと思うから話せないんですよ、勝ちたいって思わなかったら俺は話せるはず、そう思うんですよね。だからもうプレイにもう一切集中しない、うん、もうプレイに一切集中しない。俺今豪気、リュウはまあ捨てではないけど豪気。ちなみになんでリュウは捨ててないかっていうと、今リュウもクソおもろい、うん、今リュウもクソおもろいんだよな。で俺これ思ったのが、トレーニングモードなんてものに入るから、こんなものに入るから俺は話せなくなっちゃうんだよ。だからもうトレーニングモードに入らなきゃいいんだよ。俺見て、ここで待機、もうここで待機、ここで待機すればトレーニングモードに入らないから、もうここだったら俺マッチングしたらこれ話せるからね。もうここ今だかつてここでランク待ってる配信者がいただろうかっていう、これ最強だよ。これ始まらねえ、わら、で始まりしないんだよね。合気のデザインについては Z なそう、そこマッチングしなくない、一時停止、一時停止中、わら、あ、一時停止中、こんな人いない、わら、一時停止中、あー、こっかこっか、やるな、やるな、お前ら、始まらないのである、ダブル、わらわら、よしよし、わらわら、で、来年や、わらわら、トワ様は言ってました、あのストロークじゃなくて合気なんじゃ、みたいな、合気エディションみたいな、なんかそういうことを言ってたんだけど、バカ、あ、そう、ゴーキファイター6、ゴーキファイター6マジおもんないって言って、マジで超尖ってた、ゴーキファイター6マジでおもんないって言って、尖りすぎだろあの人、ここで、はい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 、これぞやばない、ゴーキリュウにはなかったこの駒投げがあります、これマジ強い、あとこれ残空波動拳、これ雑に強い、残空波動拳で、はい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 、で、ちょいちょい、あー見た、はい、対空はね相変わらず昇竜できないから、
対空処理は相変わらずできないから、ちょっと恒例になってしまいます。はい。こいつやばい、マジで。マジで何でもできる。大砲もできるし、まあ、駒投げもあるし、近接も強いし、立ち回りも強いし、マジで何でもある。おい、おい、これよ、おい、これ、これマジで、これ、これ本当に強い。これマジで強い。これクソなんや。これ、竜の速投の5倍強い。ゴーキしかこれ。俺マジでなんか8割ぐらいゴーキとしか戦ってない、このゴールド隊。いや、これでダイヤモンド隊、ダイヤモンド隊マジでゴーキしかいない、本当に。マジでゴーキしかいない。なんか、デモ版戦って、デモ版やってんのかぐらいゴーキしかいない。ユンさん、そろそろきついです。ゴーキファイター6、本当ゴーキしかいない。ほい、1割低くても火力2割高かったらそら強いんよ。このままのテンションで頑張ってね。あ、無事だ。これはゴーキファイター6、はいはい、来いよ。トワ様が来いよ、来いよ。これはゴーキファイター6ですわ。はぁ、これ、あ、これ当たんないの、これダメなんだ。ユンさんのことを言ってたんだよね。ゴーキしかいないアプで、ゴーキが原因でリネクル。これはトワ様も切れます。なあ、トワ様、ぶち切れてたの、マジで。あー、マジか、それダメなんだ。あー、こいつね、強いわ。これこいつには勝てない。こいつには勝てない。勝てないけど、勝とうと思うな。そう、勝とうと思うな。俺は配信中、勝とうと思うな。あっ、こいつの覚醒力が俺より高いから、こいつの方が強いから、こういう時は逃げる。基本的には俺より弱いやつと、うん、俺より弱いさ、会いに行こう。これあっ、来た、エッグバックボーヤ、ありがとう。ゴーキばっかり飽きてたんだ。俺はチュンディーゴーキはね、マジでゴーキガチ有利だと思ってる。だから俺これ負けたら本当にもう恥。はい、ここら辺で対チュンディーの知ってる壁解説して。じゃあ、あとね、ゴーキがこれゴンキがやばいところが、このとりあえず距離遠くだったら相手がなんかこの多分打ってくんだよ。あれはこれを、これに対してこれで全くリターンが取れないっていう。で、相手のしょうもないのに対してこの差し返すっていうね。相手のしょうもない球が全部意味なくなるんだよな。マジでこれやばい、これが本当にやばい。これこれ相手やることないもん。あと、ゴーキやばいのが、もう一個あって。まあ、ここはいいじゃん。で、こっからさ、なんかさ、この辺やることねえなと思ったら、これ、こうやって近、こうやって近づける。これ触ったら有利。壊れてる、このゲーム。これ、相手ガードしたら有利。マジで、ホンダ。100巻できます。100巻もできます。しかもこの100巻、下段と中段あるから、あえて下段、中段、上段全部あるんで、選択式っていうね。100巻っていうか、どちらかというとキャミ。これマジで終わってる。いや、ゴーキしかいねえ。いや、マジでゴーキ楽しい。いやけどこれ、ゴーキおもんないって言ったら、ゴーキ使わないのがあれも、ほんとゴーキ使った方がいいよ、俺。うん、格ゲーで強キャラ使うやつ頭おかしいもん。それぐらいゴーキ強い。俺ね、分かった、格ゲーは強キャラ使った方がおもろいわ。俺間違ってた。はい、これやばい。このコマだけマジでつえ。画面あずのコマだけ終わってる。けど、ゴーキ適当にパナすだけでは体力なくなるけど、ゴーキって画面端で相手パナしたときにそれに読むと、あれなんだよな、4000ダメージくるんだよな、相手。だから、ゴーキの前でパナすのはね、めっちゃリスクあるんだよね。ゲージなく、4000ダメージ入るから。マジでえぐい、普通に。はい。やばい、こいつめっちゃコマパコマパリしてくる。あと、ゴーキのこの、下台系さ、なんか結構早いのか後隙あんまなくて、俺の竜の台系はさ、あれガードされたら 100% 攪拌で、攪拌覚悟で打ってたんだけど、こいつの
大器はそんなに隙ないから、なんか別にあんまりリスクなく打ちまくれるっていう。そう、めっちゃ多分マジで気持ちいい。本当に気持ちいい。今までタカシでできなかったこと全部できるから、タカシでずっと我慢したことが全部できない。俺なんかあの、なんていうかな、ゲーマーのなんかあのゲームずっと禁止されたやつがさ、大人になってゲームハマって最高になるみたいな感じになって、今俺もう俺コマ投げ好きすぎて一生コマ投げしてるもんね。コマ投げとザンクワードもうこれだけし、これだけでゲームしてる俺。いやー、春国殺はね、ちょっとね、あの習得してない、残念ながら。俺はちょっとそこまでやってない。あとね、結局ゴーキも、だからゴーキのマジで良かったところ、竜を使ってて良かったところは、マジでゴーキ、竜とほぼ同じなんだ、やること。あの一番基礎的なやることは、あのこのダイパーに魂をかけるっていう、これをマジでやるの一緒だから、これがすげえ楽しいんだよな。で、竜と違うところは、ゴーキはあのその他に手札が4枚ぐらいあるっていう。竜ができたことプラス4つできることがあるんで、その代わり体力は1000少ないんだよな。ほら、サンドブラスト送ってこいよ。ほら、サンドブラスト送ってこいよ。おい、サンドブラストだ。おい、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 あ、面白い。やるじゃん、やるじゃん。いやー、やめて。あ、あ、取った。あ、やばい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 。ケンとゴーキは別方向の攻めの強さなのかな。8500にしてほしい。終わった。こいつザンクハドキに避けないといけない。このザンクハドキを避けないと大体カツで死ぬ。終わってる。終わってる。わらわら。え、年結婚あれだね。高島村は男子の波動でしょ。いや、絵面悪いよ。マジで絵面悪いよ。空手チョップ、時とがけんと違いすぎて苦戦してるから、終わった。それマジ切れそうなの。マジで忘れた、この、これ。これマジで、これマジでガードしちゃうよな、これ。なんかね、あとね、結構あのやってて気づいたのが、なんかこれをインパクトと誤認してインパクト打ってくるやつが結構いる。で、これあのこのザンクハドキミスったけど、これなんとあのある一定の距離でこのザンクハドキ当たっちゃうと、あの普通にフルコンボあります。3000です。この波動拳なんと3000に化けます。よし、うらっ。はい、はい。あー、もう痛いな。話の元気は？なんだこいつ。え、じゃあ、俺、なんか俺ね、今こいつになんか見透かされてて可能性があるが、これで無理だと。はいはいはい、はいと。こいつこれ知らんっぽいな。アシュラだっけこれ、なんつうんだっけ、アシュラ投げだっけね、よくわかんねえ。これ知らないっぽい、このコマ投げ。うわ、おぼろ、マジなんでおぼろに取りしちゃうんだろうね。なんかね、やっぱその本当にインパクトだと思ってんだと思うよ、これ。一瞬インパクトに見えるもん。で、これでさ、インパクト普通に投げたらさ、わかんねえもん。両方ともエフェクター多いから、今インパクトのことをおぼろだと思って使う。打撃今触りに行った。いやー、これマジゴーキ使ってるやつ以外誰も楽しくないぞ、このゲーム。今ゴーキマジ楽しい。来た、エッドか。エッドこそね、多分やることないぞ俺。お前エッド、お前俺に対して何をするんだ。ほらほら、お前、お前大砲になってなんかするしかねえだろ。ほら、おい、おい、お前何すんだお前、これに、ゴーキに。おぼろはマジでいつでも使える瞬刻。ゴーキ、あ、見せた。イケメンボクサーだよ。ほら、おい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 、やめてね。正直ゴーキ相手きつそう、笑、どうせ野郎だよ。ほら。トワ様に悪いと思わないの。おい、江戸ってでも自分って感じだよな。おい、お前大砲になるのは強いんじゃねえのか。何してんだ、早く弾撃ってよ。ほら、早く弾撃ってよ。頭の悪い、やめてね。やめてね。あー、やめてね。やめて。まずいよ。江戸は順調。まあまあ、まあ、冗談ですよ。冗談ですよ、そんな。ねえ、冗談もいいのかな、これ。ねえ。あ、あ、なに。ガチですぎた。なんかこいつマジでしてんだけど。
ダッサ。切れんなって。いや切れてる。やばい切れてる。こいつ切れてるわ。やばい切れてる切れてる。どうしていいかわかんない。どうしていいか。じゃやめてね。どうしていいかわかんない。どうしていいかわかんない。果たしてどちらがダサいのか。ここで聞いてる聞いてる。切れられた。あ、そんな怒るんです。切れられました。腹立つよ。いいよ。わらわら。切れんなって。ブチ切れや。メンス通るし。ボコボコ。トワ様安心してくれ。これ。ゴーキエドエドだわ。ああこれゴーキエドエドです。そうそう安心して。やめてね。やめてね。やばい。いや違う違う。まあまあまあ一旦ね。切れんだよ。なあこれ何さ切れてんのこいつ。そんな切れんだよ。おいおい。なんでそんな切れてんだお前。お前嫌なことあったのか。ああ違う違う違う。やめてね。やるやんやるやんやるやんエドやるやんやるじゃん。まあまあ一旦じゃあちょっとエドの嫌いなことやっていこうかな。おいお前これどうすんの。解放ある。これなんかこれなんかありますか。よいしょ。あ、ザンクハードなんかありますか。じゃあザンクハードからコンボ通します。はい効果処理してダウンダウン。はいはいでで、またザンクハード。あ、カードゲームやめてね。あ、トラップカード発動。はい、じゃあまたザンクハード出します。なんかありますか。カードゲームやめてね。高校にいた推薦入学の野球部を思い出すからその言動やめてね。結構落とせます。あ、あれ、カードゲームやめてね。ザンクハードあります。あー、あーい空対空あります。こいつの空対空まともなのないだろ。はい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 この後残空ハードでこいつのことをいじめ倒します。もう俺許しません。お前が泣いて謝っても俺は残空ハードをやめない。お前が泣いて謝っても俺は残空ハードをやめない。おら、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 おい、もう一回やろうぜ、エド。おら、なんかあるか。おら、なんか違う技出たわ。あ、いた、ちょっと待ってね。あ、いや、ちょっと待って、やるな。ちょっとやるか。一旦触る。一旦これな。はい。やめてください。やめてね。え、やるね。じゃあ、ちょっと、画面端、エドの画面端ガチなんだよ。エドの画面端だけは本当にガチなんだよ。マジでこいつの画面端は本当にガチ。いや、待って。ちょ、こいつ冗談つ切れてる。やばいこいつ切れてる。やばいこいつ切れてる。やばい切れてる。ああ切れてる。冗談やん、エド。冗談ですやん。そんな。